あーなるほど、本当ですね。 4% って星さんフレンズと排出率一緒なんだ。まあ言うても星さんフレンズも普段なかなか出ないから、まあなんとも言えませんけど、まあ確実に出やすくはなってるんだ。これコメントの方で教えてくださってありがとうございます。まあだからといって私はこれに期待と過信はしませんよ。あのもうね、期待はもう人生を破滅すると言っても過言ではないからね、もう私の人生教訓です。はい、とりあえずもう育成がきついので星を断ってほしいなっていう気持ちでいきますよ。そうしましょう。はい、やばい、昨日からおかしい。ダメ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 だって、このガチャこんなホイホイ出ちゃったらさ、育成どうすんねんこれ、もうガチの崩壊じゃんもうこれ。いやそのマジでさ、あーもう来たし、だったら何かと被って、ぶっさーやったー、これは嬉しい、超嬉しい、アクティブの回復フレッツ欲しかったんです。いやちょっと待って、本当に出てくれるとは思わなかった、やべーこのガチャー豚だー。あーそうか、っていうかそうかそうか、あの豚ちゃんだよね。うん、なんかこの辺の言い方ちょっと考えてあげないとね、あの今後の印象が悪くなりそうだからさ。いやでもさ、すげえからね、この子の性能もそうだし、現実でも栄養価高いから私普段買ってますよ。美味しいからね、体調悪くなりやすい私には欠かせない栄養があの子にあるんですよ。もうやめよこの話は。あ、出た。フォトか、フォトの方が欲しいんだよ私。おー、これ何枚目だっけ、まだ完凸してない。これもありがとうございます。それはそれとしてさ、もう育成どうすんだこれ。もうさ、ほんとこのゲームの育成が今大成功確率上がってるけど、もうそれでも辛いよね。もうすぐだったら30秒で完走ですよ。まあ今は知らないけど、いやーもうちょっとほんと育成関係楽にしてくれないかなっていうのが私の願望ですよ。あ、私歌っていきます。よろしくお願いしますね。得意なことですか。うーん、木には登りませんよ絶対に。なんかこの子自身自殺発言してない。これさ、申し訳ないけど、これ、メーカー側に悪意なくね。もうやめよ、この子いじるの。ああ、もうダメだ。よし、じゃあこっちも。いやー、てか、出そうだな、こっちも。てか、これも一緒なんだよね、確率。そうですよね。まあ、気にしませんけどね、あれでかい！いやー、本当にさ、私、本当は気軽に引いて、後で、なんか気軽に編集して、が、確定数見なかったね、今。気軽に編集して、なんか総集編にするつもりだったんですけど、もう一回一回が取れたかでかすぎて。だから急遽こんな形で一本一本公開する形にしたんだけどさ。もうこのフレンズボックスの変化が容易に来そうで怖いんだけど。まあ今回のこのガチャのサービスも、すごいんだけど、個人的にね、スタミナ回復が倍に早くなる、あれのね、サービスも嬉しいなって思ってて、っていうのも、フレンズストーリーの仲良しレベル上げるときに、ダブルアガイ先輩の仲良しレベルすぐ上げられるし、今イベントで、あんまり集会するケースがあんなしないので、偏りがひどい。ガチャの確率のさ、偏りが。まあいや、とりあえず、豚ちゃんは今のところ一番優先に育成したいですね。今日、夕飯生姜焼きにしようかな。ペペ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 。うまい！